やろう YouTube!Yes! 不動産の鬼も虫こと沢茂美です。今日は用語解説と知識ということで、建物価格と土地価格っていうのを見ていきたいと思います。ええー、ない、それ違うの、まあ、不動産ね、売買するときに、まあね、買うものって大体建物と土地がセットになっている。まあ、土地だけの場合もありますけれどもね、あのー、これが まあちょっとあとでね、あの売買、契約するときに、ちょっとうーんってなることがあるので、今日はここで解説しておきたいと思うんですけれども、ここに書いてあるように、ですねあこれ、画面シェアしますね、ここに書いてあるように、えー、のー売り主と買い主のせめぎ合いみたいなところがあるんですね、えー、どういうことですかってね、これ、はあの売買したことないと分かんないかもしれないですけれども、例えばまあ分かりやすいように、1億円で物件を買いました、この、ね、土地付きの建物あのあ、建物付きの土地。 1>, あの1億円で買いました。買った時きに1億円ってなるんですけれども、建物には税金がかかるんですね。で、あの土地には税金はかからないんですよ。で、あのー、そういう時きに、まあ、分かりやすいように、5000万円の建物で5000万円の土地だったとすると、それで1億円なんで、売買イ1億円なんですけど、これ1億円ってことで買いますよって契約をして、じゃあ、あとはその安分比率はどうなるんですかって、これね、 契約した後でもわからない場合が多くて、あの確定申告とかをするときにあの、買った側はですね、あの原価償却とかをしなきゃいけないので、その原価償却の時にこに建物代金からこう引いてあの計算していくんですけど、これ、簡単にあの国税庁のページでね、簡単にあの定率法っていうのでこうできるんですけれども。 その時にこう建物の価格はいくらだみたいな、まああの、いいところはあの契約書にちゃんと書いてあるんですけど、書いてなかったりする場合もまれにあります。で、まあ、こう結論から先に言いますと、売り主は建物価格を、えー、安くしたいんですね。で、買い主は建物高価格を高く設定したいんです。もう売買が1億円って決まってて、だから売り主は土地が8000万円で建物2000万円でいいですかとかってこう言ってきたりするわけですよ。 でその中にその2000万円は税込みの価格で、まあ、実際その2000万円だったら200万円くらいが税金で1800万円くらいがこう実際の価格だということになるんですけれども、待ってくださいと、飼い主の方はですは、ね、建物の価格を高くしたいので、まあ、土地が,が4000万円で、建物6000万円でにしてくださいみたいなことを言ったりするんですね。これ、なんでそうなるか分かりますかこれ、面白いですね。 あの要は建物をこうあのやる人はこう業者だったりすると税金、消費税払わなきゃいけないので建物は消費税なので消費税無駄にいっぱい払ったらもったいないというかもったいなくはないですけどもちょっとねなんか損した気分になってしまうのでなるべくこう建物の価格はあの低いとで中古物件だとねやっぱり土地値みたいに近くなっていくので建物の価格はどうしても安くなるんですけどそういう意味で建物の価格を下げたいわけですで。逆に 新たに買った人は建物の価値が高いと原価消却がいっぱいできるんですね。原価消却っていうのは、例えば、まあ、木造だったら22年とかあの22年間かけてその建物の価値がゼロになっていく。まあ、分かりやすいようにさっきの5000万円の物件を買うとこう、うんまあうん、木造だと22年とかあの鉄骨もあの重量、軽量とかこうあの鉄骨の種類によって何年っていうのはあるんですけどそれど RC リ、リインフォースメント、えー、コンクリート、強化コンクリート、まあ、鉄筋コンクリートですねとかだと、えー、と70あじゃない47年とかです、ね、あるわけです。この47年、ざっくり50年なんで、まあ、5000万円のやつは毎年,毎月あ毎年,、ね、毎年100万円ずつその建物の価値が減っていってますねと、まあ、最初5000万円で買った価値のものが次はまあ次は。えー 100万円減って4900万円の価値になってますみたいな、まあ実際中古で買うとね、あの前のやつの耐用年数とかをこう引き継ぐ、まあ、計算式があるんですけど、そういう計算式に従ってこう何年で建物の価格がゼロになっていくのかっていうのを消却していくわけです。これ実際に減ったお金じゃなくて、建物の価値がそれくらい減ってってますよっていうのを税務上認めて経費として。 あの計上でできるんですね経費として計上できるってことは実際収入があるのに出ていってないお金なんですけれどもそのもうお金価値が減ったってことであの、まあ、ちょっと節税っぽくなると、まあ、最終的にはねそれをあのその建物の値段が下がりましたって計上するのであの、まあ、最終的には節税にはならずその経費税金の払いの先延ばしってことになるわけなんですけれどもねまあその辺のは減価償却はまた後ほど。 話ししていきましょうということで、原価償却いっぱいできた方が嬉しいですよね。だから建物の値段を高くしたいですねで土地の値段というのはまあ減らないので、原価償却されないわけです。というこ,このせめぎ合いがあって、売買の段階で契約書を作る前あたりにです、ねと、ところで建物の価格はいくらですかみたいなあの話ができると、えー、いいかもしれません。ただ、それがボトルネックになって、本来買う値段がこう高くなってしまったりすると、あれなので、お互いの関係を見ながらですね。 こででいくらですかと、まあ、大体の場合は集合住宅の区分所有を買うときとか、もうその土地値の安分が何パーセントって決まっててですね、あの1億3000万分の5,670があなたの土地の持ち分ですみたいなのがあって、その土地の値段がまああの決まってるので、うん、えそれが土地の値段ですっていう形で自動的に出てきてですね、あと残りは建物の値段ですみたいになるんですけれども、まあ、そういう場合を除いて、はっきり言ってこれは、 売る側オーナーーナのフィーリングで決まりまりす大体いいこんなもんかな、まあ、路線価とかを、ね、基準にあの、えー、っと相続税評価額の路線価を基準にそこからの、まあ、場合によってはその固定資産税評価額とかを基準に出してでこれ土地の値段がこれなので残りの値段が建物の代金ですとか、まあ、そういうふうに決めたりしてるこう律儀な業者もいますけれども大体、まあ もう勘です勘いいね、えー、こんなもんかなみたいな。まあ、そんなんで土地ね、まあ、古い物件だと、ね、ほとんど土地ねなんで、まあ、9対1であの1が建物で9が土地なんてこともありますけれどもそういうふうに決まってきますと。まあ、こ,れこれはさっき言ったようにこう売り主と買い主のせめぎ合いになってきて、まあ、後々ね、えー、そんなんちょ,ちょっとおかしいよみたいなこともあるので、まあ、早めにちょっとチェックしておくっていうのも必要ですね。 ちなみにこの建物も過去非課税って書いてある場合もあって、まあ、それはあのうちの問題じゃなくて、売る人の問題なんですけれどもね、あの例えば消費税事業者じゃないとか、まあ、個人で売っているとか、自分の住んでたのを売ってるなんていう場合は、その非課税になってしまう消費税の半分とかはあんま関係ないんですけれども、まあ、とにかく土地と建物を含んだ値段での売買金額がまず決まります。 でそれで残りで最後、あ忘れてたっていう,ような感じで、土地と建物の値段が決まってきたりしますので、皆さん、その辺ご考慮して、えー、この値段というものを見てみてください。まあ、これ、買う段階にならないとね、あんまり関係ないので、はい、気にしなくてもいいですけど、まあ、そういう話がありますということで、用、え、語、ー、と知識解説のコーナーでした。イエース